リュック・フェラーリはフランスの作曲家。特に電子音楽の作品で知られる。妻のブリュンヒルド・マイヤー・フェラーリも作曲家。エコール・ノルマル音楽院にてピアノをアルフレッド・コルトーに作曲をアルティュール・オネゲルにパリ国立高等音楽院にて楽曲分析をオリビエ・メシアンに指示。1954年に渡米し、エドガー・バレーズに出会う。 ピエール・アンリュが、ピエール・シェフェールと共に設立した、GRMC グループでリシェル・シェズ・ミュージック・コンクリートに1958年から1966年まで参加しており、また同じ1958年には、シェフェールと共に、GRM グループでリシェル・シェズ・ムーシュ・カーレスの創設にも加わっている。フランス国営放送探究局の下で、メシアンやカール・ハインツ・シュトックハウゼンら、 現代音楽の作曲家のリハーサル風景を記録した大いなるリハーサルなどの映画制作並びにミクストメディア、さらにはヨーロッパ各国でラジオドラマなどを手掛けた。また映画音楽も作曲しており代表作には1982年のカンヌ映画祭に出品されたアニメーションクロノポリスクロノポリスや同じく1963年のカンヌ映画祭に 出品されたジャック・ブリッソ監督によるアジプト・オーアジプトに川の贈り物などがある。1963年から1964年にかけて異形接合体ヘテロジゴートを作曲。これは磁気テープのための作品であった。録音された環境音の利用はフェラーリの音楽語法の特徴的な部分となっている。この後フェラーリは1970年に ほとんど何もない第一、海岸の夜明けヘプレスクリアンナンバー1でレーベルジュジュール AU ボードデラメールを完成させる。1日がかりで、ユーゴスラビアの浜辺で、環境音を録音したが、編集によって、それをわずか21分余りの作品に仕上げている。1972年に、電子音響アトリエである、スタジオビリッヒを創設。1982年に、 電子音響の作曲とラジオアート制作のために、ラミューズ EN サーキットを自ら立ち上げたが、1994年にはそこを離れる。1989年にはそれまでの功績に対してフランス政府より芸術文芸大賞を受賞。1995年にはオランダにおいて解雇展が開かれる。1996年に新たな電子音響スタジオとなる。 アトリエポストのオールビリヒを創設。2001年にはアメリカ合衆国にてコンサートツアーを行った。亡くなる直前までジャンルにとらわれることなく幅広いアーティストとも積極的に共演し深い影響を与えている。2005年8月22日演奏旅行中にイタリアのアレッツォにて成居。没後の2006年6月には フェラーリに関連するすべての著作物の普及や生前残した膨大な資料群の整理、並びに現代音楽の創作における支援助成を目的として、ブリュンヒルド夫人をはじめ信仰の深かった友人たちにより、パリでアソシエーションプレスクリアンが設立されており、現在も活発に活動している。現代音楽のアカデミズムからは遠かったが、電子音楽や、 実験的ポピュラー音楽の業界からは熱狂的に受け入れられたため日本にもファンは多い。作品についてはリュック・フェラーリの楽曲一覧をご覧ください。ありがとうございます。